武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回はお茶の水女子大学の漢文の勉強について話していきたいと思います。漢文ですが、題も3つのうちの1つ、ですね。ただ、古文と、同じくですね、漢文もあまり時間は使えない、可能性が高いという前提で考えておいてください。っていう点で考えると、文章そのものはそれほど長くはありません。で、要求されることに関してはちょっと年度で違う部分もあるんですが、日本語説明や訳す問題、また、記述で、内容を問う問題、さらに乖離点をつけたりとか、そういう問題が出ることもあるという形ですね。なので、句法的な、句法文法的な知識的な理解が問われる問題と内容説明、ですねの両方が出てくると。なので基本的にはその文法事項のやり直し、また漢字の読みなど出てくることもあるので、こういった部分の知識しっかりやり直しておくこと、知識面はそちらですね。で、およびその論述用の参考書1冊は仕上げておいて、内容説明や訳す問題がそれぞれ対応できるようにしておきましょう。で、この対策として事前にある程度早い段階でやっておきたいのは、音読ですね。で、音読してで内容を読みながらある程度捉えていけるような練習をしておく。センターレベルの文章、でも同じようなことができるようになっておくと、2次に入った時も、回答を書く練習はしなきゃいけませんが、スムーズに対策 しやすくなるとは思いますので、こういった点を意識してやるようにしましょう。で、言語間それぞれでどれ程度時間が自分なら割けるかっていう点をちゃんと考えてですね、その時間に終わるように練習を心がけてください。以上が漢文の勉強となります。